指先確認、こっち OK、OK、OK、うん、はい、ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆さん、 YouTuber の皆さん、お元気ですか？ふなっぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますわね。はい、今日もふなっぴー島パトに行ってまいりました。今回はみんなで作る島村プロジェクトのおみさんコラボのブランドはラウメオミの新商品、夏に持っていたいマストアイテムを購入してまいりました。それがこちらでございますわね。キーネックメッシュプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。なお、こちらのアイテムはオンライン一部店舗のみの販売となっております。全店舗でやってほしい。サイズ展開は M と L、 カラーバリエーションはこちらのアイボリーとミントグリーンがございました。税込み1639円でございます。なんかタグがね、いっぱいじゃらじゃらついておりますわよ。ポリエステル 68%、 綿 31%、 ポリウレタン 1% の素材で、程よい透け感のあるメッシュの長袖となっております。だから冷房対策にもよろしゅうございますわね。ネックラインにはリボンがついていて、このリボンをほどいてキーネック風に2通り楽しむことができて、しかも全5 2way 仕様となっております。そしてふなぴーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらおみさんのキーネックメッシュプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。インナーはバンダッシュのスクエアネックタンクトップに、ボトムスはリーアメントのカーゴスカートに、履いてる靴はムムさんのスニーカーと、斜め掛けにしてるバッグはユニクロのラウンドバッグで、爽やかで開放感、ところどころに抜け感のあるモノマネコーデをしてみました。はい、そしてふなぴーが今回購入したこちら、おみさんのキーネックメッシュプルオーバーでございますね。164センチのふなぴーは L サイズを着用しております。夏のリラックス感あるゆるっとしたサイズ感で、丈はぽっこりお腹はもちろんのこと、ヒップがそこそこ隠れる丈となっております。そこそこね。お色が白すぎないアイボリーなので、軽さもありながら落ち着いた印象に見えて、透けすぎないメッシュで肌見せするところに抜け感を演出できます。胸元のこちらのリボンでございますね。結んでリボンにしてもいいし、こんな感じで垂らしてキーネック風にしてもよろしゅうございますわね。皆さんはリボンにするのと、こんな感じに垂らすのと、どちらがお好みですか？ふなぴーはこっちの結ばない方派です。ウエストラインはゆったり、すごくゆったりってしてる感じじゃないですね。このぐらいでございます。では次行ってみましょう。メッシュプルオーバーは前をキーネックにしてすっきり見せて、インナーはパープルカラーのユニクロのキャミソールと
ボトムスはライトオンのデニムにメッシュサンダル、そして持ってるバッグはテラさんのバケツ型バッグでコーデしてみました。オーバーサイズのメッシュプルオーバーだからデニムはボリュームが控えめなデニムで合わせて、メッシュプルオーバーの丈のおかげで気になるラインをそれとなくカバーできたカジュアルコーデにしてみました。このなんとなくこう肌見せがよろしゅうございますね。夏っぽい。では次行ってみましょう。ゆりさんのティアードキャミソールワンピースにバンダッシュのスクエアタンクトップを上に着用し、メッシュプルオーバーとレイヤード、履いてる靴はムムさんのパール付きサンダルとお花のついたカゴバッグでコーデしてみました。メッシュプルオーバーはこのように長めな丈なので、スカート合わせはロング丈でバランスをとってみました。カゴを持ってちょっとだけフェミニンコーデでございますか。ティアードもね。今回はオミさんのキーネックメッシュプルオーバーでコーデいたしました。抜け感あるモノマネコーデ、デニム合わせは鉄板で相性バッチリ、スカートはロング丈で合わせてグッド。さてフナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのリモート&コーディネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しいございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。行くわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはパーを出しました。